はい、から万歳。今日のゲストはクラシックピアニストの熊本真理さんです。真理さん、今日11月26日、明日なんか大阪で、はい、大阪で、クレオ大阪でね、コンサートいたします。リサイタルなんですけど、前半は、今年はショパンの生誕200年なので、うん、前半はオールショパン、で後半はスペインのピアノの詩人と言われたモンポっていう作曲家がいるんですけど、まあ、彼の作品を中心とした曲目を演奏します。でも演奏の間にお話も入れるので、ショパンのお話とか自分の考えを入れながらね、進めていきます。マリさんのそれ本当に魅力ですね。そういうステージというか、そうですね、コンサートっていうのは皆さんそういうのおっしゃってくれるんですね。でも、まあ、たまには本当に音だけっていう聞きたい方もいらっしゃるから、お客様によってね、話す内容とかその分量は変えるんですけど、まあ、80% 皆さんお話楽しいって、すごいお話が楽しいって言ってくださいます。どうなんですか。僕は本当にね、もうクラシックの本当プロ並みに好きな方もいれば、ちょっと聞き始めたばかり、いろいろいいでしょ、そういう時ちょっとこう解説してくれたり、日常のお話してくださったり、その曲にまつわるお話いただいたり、これいいですよね。そうなんです。やっぱりね、いろいろ考えたんですけど、やっぱり今の時代っていうのは、もうインターネットもいろんなハードウェアが発達してね、もういくらでも自動的に好きな音楽っていうのはもう自動的にもう入ってくるんですよね、はい、あと CD 買ってゴロゴロ眠りながらいい音楽を聴けるという、やっぱり。そしてじゃあ皆さんお金払ってわざわざ遠いところにいらしていただくって、そのライブの良さは何かって言った時に、私はやっぱりそのライブしか味わえないもの、音楽であったり、そこに少しトークが入ったりっていうのは、それはやっぱり皆さんに来ていただくわけだから、そこで皆さんが何を求めてるのかなっていう、今日のお客さんはどういうことを求めていらっしゃるのかなっていうことをキャッチしてお届けするのが音楽家の一つのね、大切な役目だと思うんですよね。そうですね。でも今年はエジプトで海外もあったし、はい、国内も結構積極的にやられてきたんですか、はいはい、ライブの方は。そうですね、うん、まあ、皆さんがご要望があるときには喜んで、いろんな、ね、それはソロだったり、あるいは招待というか、ソロだったりね、最近は作曲家のラブレターっていうシリーズでね、石田純一さんと よくやってるんですね。石田さんが作曲家のラブレターを朗読して、そしてその間にその作曲家の書いた曲を演奏するね、ちょうど今月も先週やってきたんですけどね、うん、関東でなかなか面白い企画ですね。音楽全く行ったことない方も、若い女性なんかもね、その恋愛論から入るわけですよね。作曲家ってどんなラブレター書いたのかなって、ショパンはどんな人が好きだったのかなって、そういうふうに言って、その手紙を聞いて、でこの人はこうだった、で彼が書いた愛する人のために書いた曲を聞くとか、そういうアングルが入っていると ね、また全然違うんですね。それ石田純一さんが朗読かなんかするの？そうですね、朗読ですね。一応手紙を読んでいただいて、で、はい、で、まあ、ちょっとトークもあるんですよね。面白いですね、どうですか石田純一さん。これは私全部自分の企画考えてるんですけど、この作曲家ラブレターの、時はね、石田さんがいいんじゃないかなと、すごいアイデアも2年前ぐらいから思ってたんですよね。思ってたんですか。それでぜひお願いしたら喜んでということで、なかなかね、彼も一生懸命やってくださってるんですね。楽しんで、はい、そっか。そうすると今までクラシックに縁がなかった方も、そうですね、ファンがまた広がりますでしょ、マリさんの。だから音楽だけじゃなくて、なんかこう、作曲家ってなんかこう普通の人間だ、作曲家ってなんかこういつもこんな書いてるイメージがありますけど、やっぱり男性だと、男性でもどんな優しい男性、ロマンティックでこんな女性を愛してね、こんなことがあったって、うん、そうするとやっぱり全然普通の男性なんだ、人間味のある人がこう曲を書いてると、うん、そういうなんかこう広まって聞く側も変わるんですね、うん、なるほどね、でもいろんなことにチャレンジされてますね。そうですね、考えるのアイディアはいつもね、豊富なんです。私はいろいろ考えてるんです、いつも。やっぱりね、うん、ちょっと違いますね、他の方とこう考え方の思考回路が。そうですか。なんか出し物好きだし、チャレンジしてる、うん、チャレンジって言うのはね、チャレンジ、そうね、挑戦も好きですし、うん、やっぱり自分しかできないことっていうね、でやっぱりこれは誰にでも、そのプロじゃなくても学生でも誰でもなんだけど、やっぱり人それぞれっていうのは、人間、自分と同じ人いませんよね。だから自分しかできないことっていうのは必ずあると思うんですよ、うん、例えばそれがなんかゴミ拾いでも、なんか料理でも、なんか全然ね、何でも、うん、でそこで何が自分 そのキャラクターかと、頂点、いいことを何かって見つけて、それはやっぱり自分しかできないこと、音楽でも自分がやっぱり一番いい状態で喜んで情熱的に伝えるものを私は演奏していきたいなと思ってるんです、いつもね。実は皆様、マリさんはですね、今大阪芸術大学の方でも、はい、教えてるんですね、はいはい、
これ演奏学科のピアノの方、はい、そうですね、生徒さん結構いらっしゃるんでしょ、ピアノ。今はね、まあ、今私はあの博士と修士の方と大学院なので、あのすごいですね、まあ、人数は今2人なんですけどね。あ、そうなんだ、もうそこまで行くとそんなもんしかいないんですね。だからまあ月2回ぐらい行ってるんですけど、もうこれ3年目になるんですけど、あの教えることも、その教えることによって学ぶこともあるんですね、たくさんね、あの客観的にいろんなことが見れてね。やっぱり若い学生から気ももらえるし、エネルギーもらえるし、やっぱり本当に全て自分がいつも学べることですね。やっぱりそういうお二人はプロ目指してるんですか、やっぱり。そうですね、まあ、そのやっぱり生徒それなりにやっぱり自分の目標っていうのがあると思うんですよね。そっか。でもマリさんみたいな方にマンツーマンで教わるって幸せかもしれませんね。あ、どうでしょうね、なんか個性が伸びそうな気がする、ね、で、あの去年ですね、あのアスパラクラブっていうところで、あの関東地方、あのこれ朝日のアスパラクラブ主催でね、関東地方20カ所ぐらい集中的コンサートやったんですね。でその時にやったのは公開講座ってことですね。コンサートの後にコンサート来た方の3人を選んで、ワンポイントレッスンをしてあげるんですね。でそれはプロになりたくても、ショービーでも、いろんな趣味でも、どんな方でもいい、ご夫婦でもいいし、私がピアノ好きな人にはちょっとワンポイントアドバイスで、それがとっても好評だったんですね。あのだからピアノを愛する気持ち、それは別にそのプロにならなくても、ね、例えば引退した方が今度ピアノやってみようかなと、それも恋人と彼と連弾したいなと、いろんなその目的があると思うんですよね。でそれきっかけでピアノが好きになり、また音楽聴きたいっていうね、あの意思につながれば、それが一番いいことだなと思って。そうですね、そんなマリさんなんですけど、年末にお会いできるチャンスがございます、はい、12月の20日、はい、これ上野の東京文化会館小ホールで、はい、マリ、はい、熊本スパニッシュクリスマスコンサートというのがございますが、はい、これはもう毎年やられてるのかな。あの毎年このホールでやってるんですけど、今回のテーマはスペイン、オールスペインですから、私の第二のふるさとのスペインの曲をね、まあ、古典から現代までいろいろ、もう初めから終わりまでずっとで、クリスマス、スパニッシュクリスマスコンサートですから、楽しくこのスペインの曲を味わっていただきたいということでね、はい、このメニューみたいにこう食べ物に例えて、あの曲をあのアレンジして、で後半は旅するように裏に、まあちょっと地図が書いてあるんですけども、曲とともにスペインを旅するように、こう皆さん、あ、今ここに行ったっていう、あの感じられるようにプログラムを作ってるんですね。ですからクリスマスのこう一番楽しい時に、こうリズミカルで情熱的なスペインの音楽と、まあスペインのこうディナーを楽しむ感じでコンサート楽しんでいただきたい。なるほど、いいですね、もう12月の20日ね、クリスマスイベントの直前ですし。そうですね、もう一番ムードもね、高まるから、ね、お忙しいけど、ぜひ皆さんいらしてください、ぜひあの、こちらの方チケットビア、ローソンチケット、いろんなところでチケット販売されておりますので、ぜひお買い求めいただきまして、これちょっと早くしないと売り切れちゃうかもしれませんね。よろしくお願いします、ぜひぜひ早くお求めいただければと思います。さて、前さんと話してると早いんですよ、終わっちゃうの。あ、前回もそうだったんですけど、そうですか、20分がね、10分ぐらいに感じちゃう。これね、でもあんま大きい声じゃ言いませんけど、ゲストによっては20分が40分に感じることもあるんです。マリさん早い。そう、私でもね、取材の時なんかいいですよ、皆さんが30分かかる人で10分ぐらいで3倍の量を話しながら3分の1の時間で終わっちゃいますからね、喜ばれますよ、取材なんかは。もう本当大変素敵な女性です。今日は熊本マリさんをお迎えして、あれから万歳をお届けしました。来週もまたこの続きをよろしくお願いしたいと思います。はい、毎週ご案内しておりますが、はい、からトップページの左上にポストのマークがございますので、そこをクリックしてください、マリさんへの応援メールお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。そして、年末12月20日に行われます東京文化会館小ホール、熊本マリスパニッシュクリスマスコンサート、今チケットの発売中でございますので、ね、ぜひお買い求めいただければと思います。でもなんかクリスマス近づいてくると、やっぱクラシック聴きたくなりますね。そうですね、あとやっぱり、ね、あんまりこうせっかくもう年末だし、なるべく楽しく過ごしたいですよね。そうですね、それ意識して元気が出て、こうやっぱりこうあんまりこう悲しくならない曲を選んでるんですよ、なるほど、まあ、良い年を迎えるためにね、はい、いい年末をということでございまして、また来週もよろしくお願いいたします。それでは次回も最後幸せに入ります。12月の3日この番組でまたお会いいたしましょう。それではさよなら。